アメリカ海軍における初の近代的巡洋艦。ニューアークは1888年6月12日に、ペンシルベニア州フィラデルフィアのウィリアム・クランプ・サンズで寄港する。1890年3月19日に、アニー・ボテレによって、命名、浸水し、1891年2月2日に、艦長サイラス・ケーシー賛成大佐の指揮下収益した。 収益後は、大西洋で10ヶ月間作戦活動に従事し、艦隊演習及び訓練を行う。12月8日に、ノーフォーク海軍交渉で艦隊から分離し、そのまま成長後のオーバーホールを行う。1892年3月11日に、北、大西洋戦隊に配属され、14日に、西インド諸島に向けて出航した。ニューワークは、カリブ海を呼び、 東海岸で活動し、西インド諸島の港で、アメリカ海軍の異様を示した後6月5日に、ノーフォークに帰還、6月25日には新たに結成された、南太平洋戦隊の司令官、アンドリュー・イーケーベンハム少将の帰還となる。ニューワークは7月17日に、スペインのカディスに向けて出港し、コロンブスの航海400周年記念祭に参加する。30日に、 カディスに到着8月2日まで泊まった後、コロンブスの記事であるジェノバへ向けて出港1ヶ月後に到着した。ニューワークは25日にジェノバを出港し地中海とアドリア海を巡航、多くの港を訪問した後1893年2月11日にカディスに到着し、キャラベル船のニーナを牽引18日にはキロに着いた。 ニューワークは3月1日に観館式に参加し、3月21日にハバナに到着、ニーナをそこで分離し、ハンプトンローズとニューヨークに向かう。ニューヨークで再びキャラベル船を牽引し、セントローレンス川を下って、ケベックに向かう。6月11日にケベックでキャラベル船を切り離し、22日にノーフォークに帰還した。9月20日に、 ブラジルのリオデジャネイロに向けて出航。10月20日に到着し1894年4月1日まで泊まる。その後南アメリカの沖合で南大西洋戦隊と共に作戦活動を行い8月から10月まで南アフリカへ巡航した。翌年の8月から10月に再び南アフリカを訪問し1896年4月27日に ノーフォークに帰還した。5月4日に北大西洋ステーションに配属され、6月25日に船体と合流、南東海岸沖で偵察任務及び演習に従事し、1897年3月6日にノーフォークで退役した。広範囲なオーバーホールの後、ニューアークは1898年5月23日、米西戦争開戦直後に、艦長、 A.S. バーカー大佐の指揮火災収益した。6月13日にキーウエストを呼び、キューバに向けて出港し、6月30日に封鎖部隊に加わる。その年の夏を通して、キューバ水域を巡航し、8月12日にはマンサニオへの砲撃を行い、翌日スペイン軍は降伏した。サンチャゴデキューバ海戦の後、ニューアークは、 ハスクワル・セルベラ帝徳の艦隊に対する最終攻撃に参加した。ニューアークは1898年11月26日にニューヨークに帰還した。1899年3月23日にニューヨークを出港したニューアークは南アメリカの偵察を行い途中多くの港を訪問した。公開途中の4月7日、ニューアークはマゼラン海峡を通って サンフランシスコへ向かうよう命じられる。ニューアークは、石炭が不足し、チリのポートローへの寄港を強いられた。5月31日から6月22日まで、同行に立ち寄り、燃料として木を切った。ニューアークは9月4日にメアアイランド海軍交渉に到着し、修理を行った後10月17日に出港、ホノルルを経由して11月25日に、 フィリピンのカビテに到着、米非戦争でのアメリカ陸軍を支援した。ルソン島のビガン沖に停泊したニューアークは、中東部隊を上陸させた後12月10日に、アパリに移動、カガヤン州、イサベラ州、バターン州で敵の降伏を受諾した。1900年3月19日に、香港に向けて出港し、3月22日に、 モニターのモナドノックと合流、戦団は、カビテに向かった。4月3日に到着し、24日に、横浜に向けて、出港、3日後に到着した。その後ニューアークは、アジア艦隊副司令官ルイス・ケンプ少将の上官となり、5月20日に、中国へ向けて、出港、義和団のランチン圧部隊の増援に向かう。5月22日に、天津に到着。 ニューアークは同地を拠点として、王子放題、遠大で、作戦活動に従事する。その後7月末に、日本の呉に向かい、続いて、カビテに移動、フィリピン戦隊司令官の上官となる。1901年4月半ばに、帰国の音につき、香港、セーロン島、スウェズを経由して7月後半に、ボストンに到着、7月29日に退役した。 ニューアークは1902年11月3日に艦長リチャード・ウェインライト中佐の指揮下再収役し12月14日に南部水域での任務のために出航した。続く2年にわたってニューアークは北大西洋艦隊の一部として西インド諸島及び南アメリカの沖合で作戦活動に従事した。 1904年10月27日から1905年1月9日まで短期間ノーフォークに帰還し、その後に新インド諸島での任務を再開、バージニア沖合での演習の後6月に海軍兵学校の訓練艦任務に配属される。9月15日にアナポリスで予備役となり、1906年5月3日に現役復帰、2度目の東海岸での訓練巡行に、 入る。この任務の後、9月13日に、ノーフォーク入りし、海兵隊の部隊を上官させると17日に、キューバに向けて出航した。ニューワークは10月19日に帰還し、11月9日に、ニューヨーク海軍交渉で退役した。ニューワークは1907年3月23日に、ニューヨーク海軍民兵に退与され、そのちょうど1年後に、 キューバのグアンタナモ湾海軍補給地で、ステーション船として、最終駅した。1908年4月2日に任務を開始し、1912年12月5日に、ノーフォークに、期間、31日に、予備役となる。ニューワークは1912年6月16日に、退役し、6月26日に除籍された。 ニューアークはその後も国のために役立ち続けた。公衆衛生局に関されたニューアークは1918年までロードアイランド州プロビデンスで病院船として使用され、その後海軍に返還、第一次世界大戦の真中ニューポート海軍病院の別館として使用された。ニューヨークに移動されたニューアークは1919 19年5月に再びプロビデンスで、 公衆衛生局に移管された。1926年7月7日、再び海軍省に移管されたニューアークは9月7日に廃棄のため売却された。ありがとうございます。